はい、こんにちは、こんばんは、タカです。週初ということに加えて、アメリカもお休みになっていますので、まあ、月曜日の動きは本当に小さな動きになっています。ポンドがとても大きく動いていますので、まあ、そちらを中心に見ていくことにはなると思います。その他の通貨に関しては、まあ、確認といった形にはなってくると思います。まずはドルから、こちらがドルインデックスの1時間足のチャートになります。先週末から大きな動きが出ているわけではありません。このあたりのレンジ相場が続いていますね。まずはこのレンジの意味を考えていきたい。直前にはこういったレンジも見えていますけども、僕はこのレンジに関しては直前のこの高値を抜けるかどうか、ブルとベアとの攻防が起こっているんではないかなと。この赤枠は8月の高値安値になります。つまり8月はレンジ相場だったと僕は見ているんですけども、この高値からの下落の流れですね、こういった流れを見ているベア派がいるんですよね。当然ここは戻り高値になりますので、トレンドの継続を見ていくのであれば、ここを抜かなければ戻り売りということになります。それに対してこの下に抜けた動き、日足で見ると終値はここを上回っているんですよね。つまり日足はサポートされている、サポートされているんであればレンジの下限から上限へ向けた上昇の流れが見えてくるのではないかと。こういったブルとベアとの攻防が今はここで起こっているんではないか、こういった見方はもう先週の中盤ぐらいからですかね、まあ、ずっと見ているんですけども、まだこの決着がついていないですね。今のチャート、特にドルストレートを見ているとね、結構際どいところにいます。ドルが買われるかそれとも売られるかで、この後の流れ大きく変わってきそうな形ではあるんですけども、その形の決着というのはまずはドルを見ていけばいいのではないかなと思っています。このレンジの毛、戻り高値をブレイクするような形がもし生まれてくれば、これはドル買いの流れ、そしてこのピンクの下落の流れというのが反転の形になりますので、まあ、下落を見ていたベア派の買い戻しという流れも出てきます。逆にこの高値を抜けなければこれはドル売りの流れ、直近ではこの青い波のロスカットといった形も出てくるとは思いますけども、この下の流れというのはそもそもがね、今年の春ぐらいから4月ぐらいから続くこのドル売りの流れというのがやっぱりありましたんで、8月はこの下落の流れというのが一旦止まってレンジ相場になっていますけども、再度この売りの流れが出てくることになってくるのかもわかりません。まあ、それを確認するためにはこの枠の加減を抜けていかないといけないので、すぐに結果が出てくるかどうかというのはまた別の話にはなってくると思います。ただそれでも一旦はドル買いの流れが止められる形にもなりますんで、まずはこの枠の決着を見ていきたいなと思っています。はい、こちら通貨の強弱チャートになります。普段見ている4通貨、少しまあユーロが弱いとか、そういったのはありますけども、まあほとんど動いてはいないですよね。まずはこのドルと円、同じような動きしていますけども、この流れ今日だけではなくてもずっと続いているんですよね。同じように動くということは値動きが出ていないということになります。実際この後チャートも見ていきますけども、高値も安値もガチガチに見えますね。値動き、値幅、そういったのもどんどん小さくなっているようにも見えます。どこかで離れという動きも出てくるんでしょうけどもね、まあ、いつになるかもわかりませんし、まあ、しばらくはこのドル円に関しては様子見かなと、まあ、この強弱チャートを見ていても思いますね。そして一番気になるのがこのポンドの動き。ニュースでは通商協議がうまくいってないといったね、まあ、そういったニュースも流れているようですけども、僕はファンダは見ませんので、まあ、そのあたりは詳しい方の情報を見ていただければいいかなと思うんですけども、ポンドに関しては今月最初は強かったんですよね。まあ、その分の貯金といいますか、今回売りが出ていますけども、まだチャートで見ていくと大きく崩れているようには見えません。ただもちろんこのポンドの売りというのは今日も見ていかないといけないということにはなります。このあたりを注意しながらチャートの方を見ていきたいと思います。はい、こちらがドル円の1時間足、日足を重ねています。昨日はね、月曜日ということもあります。アメリカがお休みだったということもあります。もともとあまり動かないんじゃないかなとも思っていましたけども、まあ、実際金曜日の高安、どちらも抜けていません。まあ、こういった動きがなくても、もともとドル円に関してはね、ちょっと分かりづらいチャートにもなってしまっています。まず目につくのはこの高値の切り下げ、そして下のサポート、このあたりはしっかり見えますね。なのでこういった三角形で見てる方もだいぶ多くなってきたんじゃないかなとも思います。実際どうなるかも分かりませんけども、まあ、こういった高値や安値抜けたとしても、その先にはすぐにまだ壁があったりもします。最近の動画では毎回話をしていますので、まあ、分かってくださってるとは思うんですけどもね、ここの下落、7月の後半に起こったこの下落の高安、8月はこれ高値も安値も抜けなかったんですよね。その流れが今も続いています。先ほど見ていた三角形はここになるんですけどもね、こういったところを抜けたとしてもすぐ目の前にはまだ壁があるということになりますんで、すごくチャートとしてはね、方向感が出づらい形、
まあ、言ってしまえばこの下落の中、この高値安値のレンジ相場が今も続いていると見てもいいと思います。もちろんデイトレ目線で見ていけばね、こういった中でもトレンドを見つけることはできるんですけども、値幅もどん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 小さくなっています。こうなってくるともう抜けを見ていくしかないかなとも思います。僕はもうドル円に関しては様子見、このチャートではなかなか優位性を持ったトレードは難しいんではないかなと思います。はい、こちらが15分足に4時間足を重ねています。昨日の動きに関してはもう参考にならないですよね。前日の高値安値どちらも抜けていません。なので、まあ、4時間足の波を見ていけばこういった上昇のトレンドが見えていて、現在はこのトレンドの高値圏でレンジを作っているように見えます。このレンジから上に抜けてくれば、これは日足の切り下げの形というのを崩す形になるのかもしれません。そしてこの枠から下に抜けてくれば、このトレンドは一旦止められて反転の流れ、この反転の流れというのは日足で見れば三角形の下限ですね、下限へ向けた下落の流れというのが出てくるのかもしれません。ただこの日足の三角持ち合いに関しても、その前の下落、7月の下落の中のハラミの動きでしかないので、どこまで信じてその流れを見ていくのかというのもありますけどもね。今日は紹介していませんけども、まあ、週足で見てもレンジ相場が続いていたりもします。上位足を見ればもうガチガチのレンジ相場、まあ、そういった環境であれば、まあ、どういった動きが出てもおかしくはないとも思います。テクニカルが聞きづらいというんですかね、僕が一番警戒、注意するような相場流れになっていると思います。繰り返しになりますけども、まあ、ドル円に関しては一度大きな流れが出るまではもう様子見でもいいのではないかなと思っています。はい、こちらがニューヨークダウの CFD、 1時間足に日足を重ねています。ダウは先週の木曜日金曜日、すごい大きな下落がありましたんで、まあ、かなり注目はしていました。少し小さな波を見ていけば、こういった押し安値を割ってしまってるんですよね。サポートを割っているということで小さな波は反転しています。反転しているということはこれは当然戻りが来ればこの高値からの戻り売りを狙っているベア派というのが出てきます。昨日に関しては少し反発の流れ出ていますけども、この動き結局は金曜日の高値安値どちらも抜けていません。まだまだ反発するかどうかも分かりませんね。もしかしたらこの辺りでレンジを作るかも分かりませんし、トレンドの継続、下の流れが強く出てくるかも分かりません。ただ大きな流れを見ていくと、ここにレンジが見えるんですけども、このレンジの下限、ここを今はサポートとして見ています。割れてしまえばこれはいよいよこの大きな流れの反転の流れというのが出てくるかもしれません。なので、まあ、継続した売りの流れが出てきたとしても一旦はこの辺りで攻防というのは出てくるんではないかなと。これはもうかなりの重要なラインだと思いますので、まあ、抜くためにはそれなりの時間や形というのは必要になってくると思います。ただ売りの流ればかりを今は見ていますけども、この上昇トレンドをね一本見ていけば押し目は買いという流れも当然ありますんで、先週末この下落の流れが強く出ていましたけども、この流れは一旦どこかで止まるんではないかなと。ただそれは反転の形ではなくてね、まあ、攻防の形がどこかで出てくるんではないかなと思っています。昨日の動きもその流れの一環かもわかりません。まずはこの下落が止められる形、サポートをしっかり見ていきたいですね。はい、こちらが日経平均の CFD、 1時間足に日足を重ねています。僕は日経平均に関してはこの辺りもレンジでざっくり見てしまっているんですけども、実は細かく見ていくとね、これ高値は切り上がっていますし、安値も切り上がってるんですよね。この流れを見ていくんであれば、このレンジの下限からの上昇の流れというのはもしかしたら見ていけるのかもしれません。ただね、この切り上げがすごくやっぱり幅が小さいので、まあ、どこまで信じていいものなのかというところもありますけどもね、まあ、直前の波を見ていけば下からの上昇のトレンドも見ていけます。押し目買いを狙うには、まあ、いいところまで来ているのかなといった感じもしますね。ここ割り込めば下落の流れというのが見えてきますので、まあ、逆な言い方をすればね、ここをバックにロングを狙っていくというのも一つの手かもしれません。ただ昨日の値動きは大した動きはしていません。特に金曜日の動きは、ダウが大きく下げている中、日経平均は踏ん張っているという形にもなっていますので、まずはこの 22,800 あたりですかね、このあたりのサポートを見ていくのがいいのかなとは思います。はい、こちらが金の CFD、 1時間足に日足を重ねています。だいぶね値幅が狭くなってきました。まあ、まさに調整の動きといった感じがします。ここに至るまでもすごい相場だったんでね、まあ、調整といっても大きなボラがあったんですけども、まあ、だいぶ落ち着いてきましたね。そういった動きの中でもこの下のサポートというのがよく見えてきました。高値を切り下げているという動きも見えますので、三角の持ち合いといった形で見ていけば、まあ、そろそろどちらかに抜けてくるのかもしれませんね。ただこの高値をブレイクするような流れが直近高値を試すような動きになってくるのかどうかと言われると、僕はこれは少しね疑問に思っていたりもします。まあ、近づくぐらいはあるかもわかりませんけどもね、この高値の更新、まあ、そういった大きな流れを見ていくには、まだまだ時間が足りないんじゃないかなと思っています。
はい、こちらが4時間足に週足を重ねています。直近の上昇の流れというのはこれだけの上昇トレンドでした。今は調整の流れが入っていますけども、値幅で見ても調整と言えるような値幅、押しではないですし、時間で見ても8週間上げ続けた後の4週間の動き、まだまだこの調整が続く可能性もあると思います。この三角形の形だけを見て、次の流れを大きく期待していくというのは少し危ないかなとも思うんですよね。ただしチャートはとても強いと思っています。なので、まあ、時間をかけてゆっくり買っていく分にはね、僕は全然それはありだと思うんですけども、一気にドンと勝負をかけるような場面では今はまだないのかなと思ってしまいますね。はい、ということで、毎日ドル円はね、別に動画の方を撮らせてもらってるんですけども、まあ、いよいよ話すこともなくなってきたかなと、それぐらい動きがないですね。僕自身も今一番興味を持っているのは、ドル売りの流れがどうなるのか。ドル円も影響出てきそうですけども、でもドルと円というのは同じように動くんですよね。ドルの結果というのがひとまず出たとしても、ドル円に関しては影響がないかもわかりません。まあね、大きな動き出てもらいたいですけどもね、まあそれはもうチャートに合わせていくしかないので、今はね、もうどんどん値幅も狭くなっています。こういった環境でトレードをする必要もないかなとも思いますんで、まずは最低でもね、こういった直近の高安、これぐらいは抜けを確認して、方向をしっかり見ていきたいなとは思いますね。今回は以上になります。ドル円以外の通貨に関しては別に動画の方を作っていますので、概要欄の方にでき次第リンクの方を貼っておきます。それでは今日も頑張っていきましょう。